惑星ホロス。太古からこの世界では必ず死に至る病、ホシスナシンドロームが蔓延していた。生きとし生ける者は皆この病から逃れることはできない。病状が進行し星人となった者は理性を失い暴れ出す。人々は住む場所を追われ、その多くはこの国で苦悶の日々を過ごしていた。そうした中で生まれたのがインボーカーとエトランツの関係だ。俺たちは浄化しか能がない。奴らが星人を駆逐することで俺たちは浄化できる。星砂に直接触れる不浄の俺たち、近寄る者は誰もいない。それでも浄化の日々は続いている。俺たちは最後の防波堤だ。インボーカーの誇りを忘れるな。
このくらい余裕だし。Oh.
調子でどんどん倒すよ。勉強になりましたわ。永久にごきげんよう。